生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ヒロシキーズです。なんかまた一人でやってますけど、今日ちょっと諸事情にありアレちゃんが出てこれへんということで一人で動画の方を撮らせていただいておりますが、今日ちょっといつもと違うの分かりますか？まあ、分からん人が多いかな。今日実は完全すっぴんです。普段すっぴんじゃないんかいって話なんやけど、まあもちろんテレビ最近ちょっとありがたいことにいろいろ5時に夢中だったりとか、あとデラックスとかいろいろちょっと出させてもらってるんやけども、必ずメイクさんがねやってくれるわけよ。でもこれどんな人でも、おじいちゃんとかもうおじさんとかも関係なく、テレビ出る人はもう必ず絶対メイクをしてるっていうところで、まあ YouTube する時とか、あとテレビ出る時でもロケとかやったりするとメイク自分でもせんと無理っていう時があるから、そういう時はもう自分でやるようになって、普段まあ私生活はもちろんせえへんけども、まあここぞっていう時には自分でするようになりました。最近まあちょっとそのどういう風に普段やってるかって、あんまり泣きになる人気にならへん人いっぱいおると思うねんけども、男の人のメイクってなかなか想像ができひんというか、女の人のメイクとはまたちょっとやることが違うんですよね。女の人のメイクっていうのが形を変えていく、目を大きくして鼻を小さくしてとかっていうもんなんやけども、男の人のメイクっていうのはとにかくこの肌荒れ、例えばここにあるニキビだったりとか、ヒゲとかもね意外とこう生えてたりとか、その剃った後って結構荒れるんですよね。眉毛とかもねこうなんかちょっと薄くなったり濃くなったりするとこがあるから、そういうところを直して、まあ、ある程度綺麗に見せるっていうのが目的になります。じゃあちょっと早速、普段ねこれ持ってるそのメイク道具的なものなんですけど、ちょっと一回全部出してみるわ。あ、これとこれは関係ないわ。これちょっとあの人ん家に行ってうんこした時にポポってしたら匂いなくなるやつやから、結構おすすめやけどな。それはちょっとまあ別で、まあ一番最初何をするかっていうと下地をやります。下地、なんか下地をしないとファンデーション感がすごい出るんですよ。男性こそ絶対やった方がいい。下地をしておくことによってメイクしてる感が逆に薄れるっていうのが、まあこれの重要なとこやから、ちょっと早速つけていってみようかな。でね、これ目の下っていうのところにファンデーションとか塗っちゃうと固まっちゃうのよね。この目の下って結構シワがいっぱいあって、あのクマとか消したい気持ちは分かんないけど、ファンデーションとかでやっちゃうともうそこがこうよれて、こうシワとシワの間にできた線みたいなのが出てきて、いかにもメイクしてます感が出てくるから、目の下はこういうちょっと白目の下地でもうやっちゃいます。もうだからここはファンデーションつけない、逆に言うと。でこんな下地つけるんかっていうぐらい自分は割とつけますね。ヒゲ周りとかもやっちゃう。遠慮ってものは絶対したらあかんっていうふうに決めてるから、ほんまおでことかもやっていいねんけど、おでこもったいないからやんないっていう。で、一旦は手で伸ばす。すごいめっちゃ女子なメイクって感じ、女子ななんか動画じゃない割と。これふざけてるわけじゃなくて、シワとシワの間に練り込んどかんと、あれやからまたこれもよれてまうから。でちょっとこれで、まあ下地って結構白目が多いから一旦白くなりますという感じやな。でその後でやるのがファンデーションですね。とにかく白すぎると男の場合多分微妙やから、手にのせた時にあこれもうほとんど同じ色やなっていうぐらいのにしとかんと、白すぎるとまたね、白人の場合はまだええねんけど、日本人とかがやってまうとちょっと微妙かな。で今度は目の下にやると微妙やから、ここに自分の場合はちょっとシワがあって、ここを明るくしたいっていう気持ちがあるから、でほんまはなんかね、ひげ下だけひげのところ、青ひげのところにちょっとオレンジ目のファンデーションをそこに塗る人も多いみたい。でよくお風呂でねちょっとやっちゃう人が多いねんけど、お風呂とかでやると光がねなんかちょっと外と全然違うのよ。全然光が違う。ほんま一番いいのはもう部屋の窓の付近で、もう光がもう外の光と同じその光になってるやつで
そこでやるっていうのがほんま一番いいやと思うけども。はい。で、一旦これで全体的にファンデーションを塗りました。ファンデーションはもう結局全体に塗りますというところで、次登場するのがこれ。モフモフスポンジですね。スポンジでやっぱ伸ばしといた方がやってます感が薄れる。スポンジは必ず自分の場合は濡らしたい人です。一回濡らしてグーって絞って使うのでちょっと濡らしていきます。はい、今水道水でバーってやって濡らしてグーって絞ってで持ってきた、これでこれでトン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 って感じでやっていくとちょうどいい感じに余分ななんかファンデーション的なものがこの中に入っていくし、だいぶこうやってます感が薄れるんですよね、これで。まあこんなもんかな、多分。で、この後登場するのがコンシーラーね。コンシーラーっていうのがこう部分部分、ニキビの跡だけとか、今全体的に塗ってる状態やから、あ、ここ気になる、ここ気になるっていうところを隠していく。で、この青色のやつはなんかこう赤みを消すときに青色で事前にポンポンポンってやっておくと赤みだけ消えるみたいな感じのものよね。ちょっと一回でも赤みを消したい。ここにニキビがねちょっとあって、この赤みだけ消したいからこれだけちょっとここでやっちゃいます。で、なんか余計なとこに塗りたくないからちょっとやっぱ青くなってまうから、このニキビの上だけポン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 って、ここら辺はねメイクさんがやってくれるとすごい上手にやってくれるんだけど、あんまりやりすぎるとなんか青ひげ感みたいなのになってくるから、赤みのあるとこにしか効かない。で、手でトン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 。で、あとは普通のコンシーラーですね。ちなみにこの青色、赤み消したところにもう一回それも塗ります。余計なところが出ないように一旦唇まで。で、これは別に塗りすぎてもいいです。最悪唇が真っ白になっても後でそれを取ればいいわけやから、まあちょっと今すごいひどい状態やけども。で、トン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 、でも唇は気にせずに、白くなるのを気にせずにやる。すごいこうやるとオカマ感出るけどなんか嫌やな、ちょっと。だいぶ白くなったように見えるけど。で、結局これをやったところでまた馴染んでない感が出てくるから、結局これでまた馴染ますっていう、濡れたこのこれで。うん、で、これである程度馴染みました。唇は今ここに汚いのがついてるから綿棒、綿棒やね、綿棒で唇の、自分の唇の輪郭に沿って取っていくって感じですね。なもんかな。で、眉毛は正直やらんでもいい人が多いと思うけど、自分はもうなんかその辺に売ってる自分の眉毛と同じような色のこの太いやつで簡単に形だけ作る。で、自分の前顔面が歪んでて、こっちがまあ自分の中での普通の眉毛やねんけど、こっちがちょっとこう上に行ってんねんね、眉毛が。ちょっと気持ち下に下げる気持ちで、ちょっと軽く塗るって感じかな。こっちがなんか細いペンみたいになってるから、太いやつで大枠だけ決めて、で、ちっちゃくこう毛と毛の間がこう白くなってるとこだけを埋める感じ。これで決して描くってわけじゃないの、描くんじゃなくて白いところを埋める感覚 で。ちなみに眉毛が多分世の中で一番難しいんやと思う。まあ、ちなみにこの眉毛ってな、こう脇毛とチン毛と同じ色やねんな、みんな世界共通で。私のじゃあチン毛の色なんですけども、ねブロウラッシュ EX ウォーターストロング W アイブロウ PC の4880番でございますね。
あーもう今日言わへんって決めてたのに、こういう下ネタって。今日効果女子にも受けるなんか好感度の高い動画みたいなの撮ろうと思ってたのに、また言ってもたわ。もうカットカット、うん。である程度これをやるともうほぼほぼ完成やねんけど、自分の場合あともう一つだけあって、最近ちょっと個人的には逆にテカりたいというかツヤを出したいっていう時があって、これをやるとツヤが出るっていう、逆にこう肌が光るっていう、これをかける時に結局おでこと鼻に当たってもたら本番のテカり感になっちゃうから、テカらしたいのはこことここがテカってたら、別にテカってるんじゃなくてツヤになるから、ここがテカってたらテカり、ここがテカってたらツラ。じゃあいきます。でこれも気持ち遠くからここだけを濡らす感じでやります。で今はこれまだ分からへんけど、しばらくすると結構ツヤ感が出てきますね。で軽くちょっとだけ色のついたリップで、色のついたやつをやる場合、がっつりやったらメイク感になってまうから、薄めの色のやつを内側にちょっとだけ塗るっていう。するとちょっとだけこう血色が良くなる感じかな。で最後は髪の毛を超音波のブラシみたいなので振動しながらこうやるとすごいツヤが出るっていうので、最近これめっちゃ使ってんねん。これ